皆さんこんにちは、Cカフェ福岡へようこそ、Cです。今回はコンビニの新作パンを買ってきました。こちら9月の20日に販売されているパンになります。食欲の秋ということでコンビニのパンも食べてみたいなと思って今回皆さんにご紹介していきたいと思います。台風の影響でセブンイレブンの方だけちょっと仕入れが品薄状態だったので、今回はローソンとファミマの分の新作パンを購入してきたので早速今からご紹介していきたいと思います。じゃあまずファミマのパンからいきたいと思います。最初はこちらバターミルクフランス、お値段が135円、カロリーが334キロカロリー、糖質が 34.2g です。生地はふわふわ感がありますけど、ちょっとなんか麦芽が入ってる感じ。あ、ライ麦ですね。ライ麦粉が入ってました。はい、こんな感じの。シンプルな生地ではあるんですけど、ちょっとライ麦が入ってる感じの。おお、バターも結構たっぷりこんな感じで入ってます。いただきます。生地美味しい。あの中に入ってるこのバターミルクなのかな、バターミルクは舌触りはバターみたいな感じなんですけど、味はミルクって感じです、うん、滑らかさとか舌触りで言うとバター感に近いかもしれないです。で結構たっぷり入ってますね、この中のクリームが。で生地はあの噛んだ感じふわふわな感じなので、まあ馴染んでる感じはします。はい、じゃあ続きまして、こちらのかぼちゃパイ、お値段が110円でカロリー 176kcal の糖質が 18.3g です。中にあんこが入ってるみたい。北海道産かぼちゃのあん仕様ってなってます。こちらも新発売ですね。2個セットです。2個セットで110円は安い。大きさはまあ手のひらサイズくらい、このくらいのサイズでパイ生地ですね。こんな感じの。では中はどんな感じ。まああんまりこう分厚さはない感じのかぼちゃのパイって感じ。いただきます。最初食べる瞬間のパン生地の香りがすごくいいですね。かぼちゃ感は伝わってこないかも。最初に感じるのはあんこの食感、後からちょっとこうふんわりとかぼちゃの香りが伝わってくる感じです。かぼちゃのあん仕様って書いてるので結構 あんこっぽい感じですね。あんこ強めな食感ではあります。ちょっと惣菜パンの新作も買ってきました。もう一個タコスミートのパンもなんか新作であったんですけど、今回ちょっとエビカツドッグの方にしてみました。こちらはカロリーが381kcal の糖質が 31.3g です。こちらはちょっと焼いていただこうかなと思います。おー、いい香り。はい、じゃあ焼いてる間にファミマ最後の新作商品、こちら全粒粉入りパンとオールフランスです。全粒粉入りパンが 118kcal 糖質が 14g で、オールフランスパンが 73kcal の糖質が 12g になっています。こちら5個入りですね。5個入りで148円でした。こちらが全粒粉かな、全粒粉だと思います。大きさはまあ手のひらよりはちょっとちっちゃい感じになってますね。どんな感じなんだろう。あんまり見た目では分かんないかも、全粒粉入りっていう。いただきます。うん、美味しい。全粒粉入りなんでふわふわというよりかは弾力感のある感じです。パンの香りがいい感じです。最初に食べたこっちのバターミルクフランスの生地感とはまた違った。こっちはめっちゃふわふわな感じなんですけど、ライ麦は入っててもちょっとふわふわ感はありました。これは弾力系ですね。弾力感ある。でもそんな
ランスパンとかじゃないんで硬さは全然ないから、あのかじってすぐちぎれる感じのタイプのパンですね。これ焼いても美味しいということなので、ちょっと後でこちらも焼いてみたいと思います。じゃあこっちの次、ゴールフランスパン一緒に入ってる、こちらが3個入ってました。ちっちゃい感じのパンです。ああ香りがやっぱ違いますね。こっちの方があのパンの生地の香り感じれます。うん、こっちはすごいもちもちって感じ、こっちは弾力あって、こっちはもちもち。フランスパンなのかって言われたらちょっとわからないんですけど、でもこれはこれで美味しいです。確かにこれ焼いたら美味しいと思う。ちょっと焼いてきます。はい、こっちのエビカツドッグが先に焼き上がりました。美味しそう。これ惣菜パンは基本私焼いて食べます。あ、でも結構あのでっかいですね、中に入っているエビがぼやけてる。いただきます。しっかり衣のサクサク感があって、ちゃんとエビの香りも伝わってきます。で、このタルタルソースの量がちょうどいい。一口食べた時に全体の香りとか味が一瞬で伝わるので、これ美味しい。やっぱ焼くのと焼かないとではちょっと違うかもしれないですね。半分だけ焼かないで食べてみればよかったけど、でも焼いた方が美味しいと思います。これ1個で380キロカロリーは結構高めですね。やっぱりエビカツが入ってるから。周りのこのパンも焼いたらカリッとした感じで、サクサクっていう音がめっちゃいい。おいしい。半分だけ焼いてきました。ちょっとじゃあ全粒粉入りのパンから。あ、やっぱ焼いたらすっごいサクサク。焼く前よりかは弾力感はなくなった気がします。周りの表面のパリパリサクサク感は感じれるんですけど、中の弾力感はちょっと減っちゃった気がします。この周りのカリカリの部分の主張が結構強い。まあ多分ちっちゃいっていうのもあるんですけど、で香りもなんだろう、香りなんか焼かない方が香りもあった気がします。これはどっちが好みかによりますね。中のこの弾力感を楽しみたいっていう方はそのまま食べた方が美味しいと思うし、こう焼いてあの周りのカリッと感とちょっとした弾力感を感じたい方はこっちがいいかも。じゃあこっちのボールフランスパン、もちもちというよりかは弾力感が増しました。まあ、こっちの方が変わらないかなって感じ。焼いても周りのパリッと感は全粒粉の方がありましたね。こっちはもちろん焼いたらカリッとはする感じですけど、私は基本パンはあの焼いて食べる派なんで、特に惣菜パンとかシンプルなパンは私は焼いて食べた方が美味しかったですかね。ほんとそのままでもあの全然美味しかったです。生地のほんのりした風味もあるし、弾力感とかパチッと感も感じれました。私が気になる、一番気になってたこちらの小熊パン、さつまいもパンです。こちらもあんパンですね。カロリーが248キロカロリー、糖質が 36.3g です。この見た目がめっちゃ可愛い。見た目可愛いですよね。お芋の形をしたさつまいもあんパン。あ、なんか上粉みたいなのが乗ってます。色は紫色ですね。これは割ってみましょう。可愛い。こんな感じです。これ生地なのかな。あ、ちょっとしっとりした感じの中がこれあんこなのかな。あ、周りがこのさつまいもパウダートッピングされてて、中のこちらはもちもち生地、そしてその黄色の部分がさつまいもフィリングになってるみたい。黄色の部分が多分あんこっぽいのかな。いただきます。
ちょっと甘さのあるさつまいもの香りが生地を噛むごとに伝わってきます。多分その香りはこの紫生地の香りだと思うんですけど、確かに若干あんこ感はありますね。でもさっき食べたこっちのかぼちゃパイ、こっちの方が結構あんこだなって感じがしました。こっちはなんかなんだろう、この中があんこというか生地フィリングなので、そんなにその食感的なあんこ感はないんですけど、ほんのり あんこ使ってんのかなくらいの感じです。なんかちょうどいいバランスな感じがします。一応さつまいもあんぱんって書いてるんですけど、なんかさつまいものさつまいもとあんこがちょうどいい感じでマッチしてますね。私これ好きかも。生地感もいいし、このさつまいもの香りがいい。じゃあ続きまして、こちらのゴディマの商品、これ私ずっと気になってたんですよ。どっちから行こうかな。こっちのじゃあノアアマンドショコラサンド、カロリーが250キロカロリーで糖質が 24.1g になってます。お値段が218円です。こちらはもうスイーツパンですね。最後にどれが一番美味しかったかも発表したいと思いますので、ある程度私の中では今のところ決まってます。わあすごい、チョコが取れてる。わあ何が入ってんのこれ。チョコレート、マカダミアナッツ、くるみ、アーモンド、ココアですね。はい、こんな感じです。ちょっと見た目がチョコレートが落ちちゃってたんで、ちょっと見た目がちょっとあまり良くないかもしれないけど、こんな感じの、すごいねチョコの香りがすごくしますよ。はい、割ってみるとこんな感じです。中にこれクリームとあとナッツが入ってます。で結構ねこの生地がしっかりダークな感じです、色が。ではいただきます。意外に最初に伝わってくる香りはこのマカダミアナッツですね。ナッツが結構たっぷり入ってて、その後噛むことにチョコのいい香りが伝わってくる感じです。このナッツがいいアクセントになってる、美味しい。こちらの中のクリームもなんか甘いって感じじゃなくて、やっぱりまあゴディバさんなので上品な感じのチョコレートって感じですね。甘いは甘いけどその甘ったるくない。で周りのこの生地ダーク感強めな、苦さまではなくってけどちょっとこうビターな感じの生地感で美味しい。なんか今このチョコも一緒にパンと食べたんですけど、このチョコはこのチョコだけで食べたい感じです。なんかパンと一緒に食べるよりそのままチョコとして食べた方がゴディバの美味しいチョコを感じれると思います。今食べてめっちゃそう思いました。はい、じゃあこちら最後、ショコラクロワッサンマフィン、カロリーが388キロカロリーで糖質が 43.1g です。やっぱ糖質は結構この中で一番あるんじゃないかな。うん、一番ありました、こっち糖質。さっきのこっちのショコラサンドよりもありました。これ私すごい美味しそうだなと思って見てたんですよね。かわいい、こんな感じの渦巻き状の感じの生地です。大きさも手のひらこんな感じの大きさになってます。結構しっとり感がありますね、チョコがちゃんと使われてる感じが。あ、中にしっかりチョコが入ってます。じゃーん、生地はちょっとマーブルな感じですね。まあ味は美味しいですね。私もうちょっとこれマフィンって書いてたからマフィン感強めなのかなと思ったんですけど、生地は結構パン寄りですね。周りは若干普通のパンとは違ったデニッシュ感はあるんですけど、中はまあ食べたことあるような生地感です。もうちょっとこうマフィン感があったら私はもっと好きだったかもしれない。でも全然美味しいです、チョコがめっちゃ美味しい、濃厚なチョコですね。食感的なことで言うとこっちにもなんかナッツ系のゴロゴロ感があった方が良かったかなとも思ったり思わなかったり。
ョコって感じですね。中に入ってるチョコが結構たっぷりあったので、本当に周りのこのパン生地は競ってる感じ、邪魔しないような感じの優しい感じのチョコの香りのするパンって感じです。ごちそうさまでした。はい、ということで今回はコンビニファミマとローソンの新作パンをご紹介してきました。この中で私が一番美味しいなと思ったパンはこちらのさつまいもあんパンです。こちらちょっと買う前からずっと気になってた商品ではあったんですけど、あんこが嫌いな方でも食べれるようなパンだと思います。でしっかりさつまいもの香りも感じられるし、中のフィリングの食感が私はとても好きでした。さっきも言ったんですけど、いい感じにさつまいもとあんこが組み合わさってる感じがして、あとはもうこの見た目がめっちゃ可愛い。こんなパンなかなかなかったので、見た目も可愛いし味も美味しくいただくことができました。どれも美味しかったと思います。こちらのエビカツサンドも私は個人的には好きでした。まあこちらの2つかな。ゴディバのパンはチョコレートがめっちゃ美味しいです。この2つのどっちかかなって私が決めるのであれば、私はこっちの方が美味しいなと感じました。マカダミアナッツ、ナッツの食感がチョコ感が強めというよりかは、このナッツのいい香り、香ばしい香りがちゃんと感じれるので、こちらはおすすめです。そんな感じでコンビニの新作パンをご紹介してきました。いつも福岡の美味しいパン屋さんとかをたくさん紹介しているんですけど、皆さんの身近にあって美味しいパンを見つけられたらいいなと思って、今回コンビニの新作のパンも紹介してみました。これからも私の気になるパンや、あとはカフェとかあればたくさんご紹介していきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のこの動画を見て、ファミマやローソンで新作パンを食べてみたいなと思ってくれた方は、ぜひグッドボタンも押してくれると嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画も楽しみに待っていてください。バイバーイ。